べて痩せるオートミールのパンをお伝えしていきます。今回は材料がたったの3つでも超簡単に作れる美味しいパンのレシピご準備しています。ぜひ最後までご覧くださいね。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せる情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立ていただきますととても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げておりますのでぜひ受け取ってください。それでは1つ目の項目です。なぜこのオートミールのパンで痩せることができるんでしょうかというその痩せるポイントについてお伝えしていきます。ポイントは3つあります。1つ目は腸内環境が整う材料を使っているから、そして2つ目代謝を促進してくれるから、そして3つ目脂肪の蓄積を抑えてくれるからっていうこういったねダイエットに嬉しい効果がね全部ギュッと詰まったレシピということになるんですね。そのことであなたが根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができてリバウンドもしにくくなってですね理想の体型姿をまあ手に入れることができるパンなんですよということになります。では2つ目の項目です。何をということで今回このオートミールのパンを作るにあたって材料が持つそれぞれの痩せ効果についてお伝えしていきます。材料3つとお伝えしましたがそのうちの1つはもちろんオートミールですね。オーツ麦になります。で今回使ったのはこちらです。見えますでしょうか。あの無添加のオートミールでこう砕いた後のですねこういう粒が細かいクイックオーツタイプを使いました。でこちらはこちらですね見てください。オーガニック原料を使用していますということでやはりあの原料もですね安心安全の JAS マークねそういったあの安心なものを使っています。まあ、そうしないとやっぱり農薬たっぷりのね穀物を食べるとね、まあ、どうなるかと言いますとやはり腸が負担がかかってしまって動きが悪くなって、まあ、代謝も落ちてしまいますから悪循環ですよね。なのでこういった良質の材料のオーツ麦を購入してくださいね。私はちなみにこちらはですねAmazon さんからネットで購入しまして、そうなんですよ、販売元が株式会社高生さんと読んでよろしいんでしょうか。光るに生まれると書いて広島県のねあのメーカーさんなんですけれども、あの本当に良いものをご用意してくれたなと思ってこちらを選んで使いました。でこのねオーツ麦なんですけれど も, もうとにかくね腸内環境を整えてくれるんですよね。そして食物繊維が豊富なのでその結果こうぐっと、まあ、太る元ですよね、まあ、糖質、まあ、血糖値の急上昇を抑えてくれる、まあ、低 GI 食品にもなりますし、またタンパク質も同時に取れます。ビタミンミネラルが豊富、そしてなんといっても白米よりも低カロリーですからね、まあ、ダイエット向きの食材ということになるんですね。はい、そして材料の2つ目は無調整豆乳、まあ、大豆製品を使っていきます。もう大豆製品の特徴としてはもう同じく腸内環境がもうビシッとね整うんですよね。そしてイソフラボンも豊富なので私たち女性にはもう特に嬉しいその女性ホルモンのエストロゲンとね似た働きをしてくれるのでしっかり脂肪を燃焼してくれたり代謝を上げてくれたり悪玉コレステロール値を抑えてくれたりっていうねそういう働きもしてくれるんですよね。そしてまた大豆製品も食物繊維が豊富ですからこれは腸内にね住んでくれている痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちの餌となるとっても大切なものになるのでダイエット向きということになります。あとはまあ高タンパクですよね。そして大豆オリゴ糖が入っていたりコレステロール値も抑えてくれるという優れものになります。はい、そして材料の3つ目は重曹を使います。よくその膨らます時の材料にこうベーキングパウダーをね使うレシピも多いと思うんですけれども、私はまあダイエットだったり腸のことを考えてなるべくですねやっぱりベーキングパウダーよりもまあ重曹を使おうと思って今回レシピ作ってみました。まあ、食品添加物なんですけれども、まあ、炭酸水素ナトリウムのことですよね。でこれはそのお体がですね、まあ、太る元ですよね酸性にこう傾くのを弱アルカリ性といって、要するに体内のいろんな機能、まあ、内臓の動きとかねこう一番パフォーマンスをもう本当にね
発揮できる状態っていうのは、私たちの体内はやっぱり弱アルカリ性の時なんですよね。それがやっぱり食べ物を摂ることで酸性に傾いてしまう、そのまま放っておくと太ってしまうわけですよね。そういった体質になりやすいということと、また病気にもかかりやすくなってしまいます。なので重曹を入れることで、その弱アルカリ性のいい状態に戻す効果もゲットすることができるんですね。そして重曹はね、まだまだいい効果がたくさんあるんですよ。まず重曹を取りますと、腸がね活発に働いてくれるようになるんですよね。そして血流が良くなって、結果代謝が上がります。なので、要するにこう取ったエネルギーをこうどんどん燃やす、代謝が上がるということになりますよね。そして胃酸を中和する作用もあるので、胃の粘膜を保護してくれる役割もあるんですね。なのでよくあの市販のねイグルスリにも、この重曹、炭酸水素ナトリウムが入っているんですよ。では3つ目の項目です。どのように作るんでしょうか、ということで、この項目では材料、作り方、そして私が実際に作ってる様子の実演動画と、最後にさらに痩せる食べ方注意点をお伝えして終わりたいと思います。やはりですね、ダイエット中でもパンって食べたくなりませんか？よくねご相談受けるんですよね。先生、パンがやめられませんって。でもね、分かるんですよね。パンってですね、小麦製品ですから、中毒性があるからですね、やめるのってなかなかね難しいし、何よりも美味しいんですよね。そこがねやっぱりねやめれないっていう方多いと思うんです。私もそうでした。でもやはりダイエット中であれば、小麦製品、特に真っ白い精製した小麦のパンを食べてしまうと、やっぱりですね、なかなかダイエット効果って出ないんですよね。いろんなそのダイエットに邪魔する効果が高いわけです。そこでこの痩せる効果が高いオートミールと、またそこに入れる材料、全部腸活、腸元気にする材料ですから、ちょっと見ていきましょうね。今回私が作ったのは腸活の食パンになります。こちらもちろんですね、焼く形でそのパンの名前変わると思うんですけども、今回は食パンの形で作ってみました。材料はね、スライスで2枚分、約2枚分になります。でこちら先ほどお伝えしたのクイックオーツタイプですね。こうもう砕いた後の粒子の細かいオートミールを 50g、 そしてここポイントです、無調整の豆乳を 90g です。ここで調整豆乳使ってしまっては NG ですよ。それはダイエット向きの豆乳ではありません。おすすめはできれば国産大豆の遺伝子組み換えじゃない、良質のオーガニックで作ったような豆乳がもしね手に入ればベストですし、難しくても遺伝子組み換えではないとかね、良質のものを選びましょう。そして食用の重曹を 1g になります。でこれポイント、食用ですね。よくお掃除用でも重曹ってある、それはね食べる用ではありませんからね。ちゃんと食用の重曹、炭酸って書いてある。よくあの手作りのお菓子のお菓子作りのコーナーとかに行かれますと、食用の重曹炭酸ということで売ってますし、よくあの田舎のねこう道の駅とか行かれますと、よくこう地元のねおばあちゃんたちが炭酸まんじゅうとかね、田舎まんじゅうとか書いてある材料を見ると、この重曹がよく使われていますので、その食用のね重曹を選んでくださいね。ではここから作り方になります。1つ目、ボウルに先ほどお伝えしました全ての材料を入れて、こうよくねその都度その都度混ぜてくださいね。そして混ぜ終わってなじみましたら、もし時短でねもうすぐに作りたいっていう方は、そのまま耐熱容器に、ボウルが耐熱容器だと一番無駄がないんですけども、そういった耐熱容器にラップをかけずに、そのまま 600W の電子レンジで約1分ほど加熱しますと、すぐになじみますし、そうじゃなくてね、だいたい10分程度そのまま放置していただきますとなじみますから、それでも OK です。レンジを使ってもそのまま放っておいても OK です。では2つ目です。卵焼き器のフライパンありますね。その中にこの材料ですね、私は今回2枚に分けるので、2回に分けて焼いたんですけれども、しっかりですね、まだ火をかけずに、加熱しないフライパンの上にこうゆっくりとですね、しっかり平らにならしていきます。でそこから火にかけます。中火でだんだんときつね色に変わってくるまで、しっかり両面をですねひっくり返して1枚ずつ焼いていけば完成ということになります。でここでねポイントなんですけれども、このオートミール食パンだけをですねひたすらね召し上がっていただくっていうのは、やはりね食べ過ぎです。ある程度ですね、どうしても
オートミールも炭水化物ですか、糖質がね入ってますよね。なのでオートミール食パンのばっか食べですね。もう美味しいって、もう例えばこれにバターとかジャムとかホイップとかクリームとかをどっぷりですね、たっぷり塗って食べてしまうっていうのはダイエット向きではないですよ。で今回私がどうしたかと言いますと、やっぱりバランスが大事なんですよね。このパンばっかり単品食べってすごくね太っちゃう、まあ、どの食材もそうですけれども偏るっていうのが一番良くないですよね。なので今回私はどうしたかというと、しっかりとそのオートミール食パンの中にバランスよくある具材を挟んだんですよね。それは何かと言いますと、まあ、お野菜系であったり食物繊維であったりタンパク質をしっかりこう入れて、まあ、サンドイッチにしてみたので、この後実演動画ご覧くださいね。で特にまあ量に注意ということで、まあ、食べる痩せ方のポイントなんですけれども、食べ過ぎは注意です。そしてタンパク質や食物繊維をバランスよくそのオートミール食パンに挟んで召し上がっていただくか、もし挟めなくてもそのサラダとかね、そういったあのバランスよく2、3品ですね、まあ、作っていただくということですよね。そして食べるタイミングなんですけれども、朝ごはんかお昼ごはんがやはりおすすめです。やはりオートミールをですね夜食べてしまわれますと、まあ、炭水化物糖質ですから少なからずですね、やっぱりですね、まあ、いくら低GI食品とはいえども全部身になってしまう時間帯ですので、夜はおすすめしません。なのでしっかりと朝やお昼の活動するお時間帯に食べていただくのがベストということになります。それではここから私が実際に作っている実演動画をご準備しておりますので、ご参考にしてみてくださいね。どうぞ。
さあいかがだったでしょうか。今回は美味しく食べてね、痩せるオートミールを使ったパンをご紹介しました。そして覚えていらっしゃると思いますが、オートミールのパンのみではなくてプラスアルファタンパク質と食物繊維を半分半分ぐらいの量でしっかりとセットで召し上がっていただきますとダイエット効果がアップしますので、ぜひ試してみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。